リライズニュースの編集を務めています、川名と申します。えー、本日は、梶地子様にお話をお伺いしたいと思います。えー、貴重なお時間ですね、えー、作っていただきまして、誠にありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。えー、もうバーチャル背景のおの花と黄色洋服が、なんかこう、<laughs> ありがとうございます。爽や <laughs> かな雰囲気で、はい、ありがとうございます。えー、はい、と思います。はい ではですね、あの質問を行く前に、はいえー、簡単な自己紹介を、えー、<す>していただいてからお願いできればと思います。はい、よろしくお願いいたします、はい。はい。皆さん、こんばんは。はじめまして。ゆかぽんこと、かじゆかこと申します、えー。私は兵庫県に住んでおりまして、大学職員をしております、まあ。その傍ら、白血病サバイバー講演家としての活動もしております。今から7年前に、 白血病が分かりまして、骨髄移植をして復帰。でも、その1年以内に、また再発をしてしまいました。で、またですね、えー、骨髄移植をして、復帰して、今現在、このような元気に <laughs>、えー、なっております。はい。で、そのことともう一つは、あのー、息子のことなんですけれども、 二人産んだんだですけどね、二、まあ、人ともがもう呼吸ができない状態で超重度の障害を持って生まれました。えー、長男はもう一歳で天国に行っちゃったんですけど、次男は現在二十歳。家で、えー、在宅で、えー、主人が介護してくれております。で我が家は、えー、そんな専業主婦の夫。 とそして私、そして息子、3人家族で毎日楽しく過ごしております。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい,はい、えー。ではですね、えー、そんなゆ,ゆかぽんさんはいあの、描かれている夢やビジョンを聞かせてください。はい。夢は、やはり、この講、えー、演家 そしてもっといろんな方に私の経験を聞いていただきたいっていうことですね。はいでまあ、具体的には キャスターの,あのコロコロですね。旅行に行くときにみんな持っていくコロコロのー、はい、スーツケースじゃないわ。あれを持って、はい、あれは私黄色いやつ持ってるんですけど、<laughs> 黄色が好きで。黄色が好きなんですねでそれをコロコロしながら、まあ、全国いろんなところに呼ばれたところに公演に行き、そしてまあ一緒にそのあの地方のいろんな<ー> 楽しいことを体験をして、うん。それよいろんな場所に行ってみたいなっていうのが夢です。<laughs> ありがとうございます。はい、ちなみにあの後からちょっとお話が出てくるかもしれないんですけど、はい、あのイクアポンさんのこうお話を聞いた人たちがですね。うん、なんかこんな風になってもらいたいなみたいな。t w i t t のっていうのはそ<ー>ういったものが終わりでしょうか？うん。 やっぱり少しでも元気になっていただきたいなっていうこととまあ何があっても大丈夫なんやなというのを思っていただけたら嬉しいですね。ありがとうございます。なんかあの黄色が好きということで <laughs> なんか太陽のみんなを元気に照らす太陽のような。 はい、はい、私はお話を聞いててい、ありがとうございます。うんはい、そんな存在になりたいですね。うん,うん。コロコロ引いて。コロコロ引いて。<laughs> <laughs> うんうんうん。まあ、あの、いるだけで、こう、うん、なんというかな、存在感はい。影響力が、こう、なんか、 伝えれるというか、うん、こう放,放つ、体中からというか、オーラみたいな、まあ、そんな人になりたいですね。ではですね、えーはい、そういったあの夢やビジョンに向かうために、はいえー、どのようなこう目標や計画というのを立てておられるでしょうか。うんえーえっと、まず、講演会。 のことですけども、はい、あの、まあ、コロナになって今までずっと、まあ、2021年からこの講演家の活動をしているわけなんですけれどもずっとズームだったんですね、はいうん、で、まあ、リアルの講演会っていうのは、うん、まあほとんど体験がない1回やったかなはい、はい、なんですけど、はい、まあそんな状態なので今年はリアルの講演会を やれたらいいなと思っております。ーはい。z、う、o、ん、からリアルにっいうことです、ね。<laughs> そうですね。コロコロに一歩近づくみたいな。そうなんですよ。<laughs> はい。うん。で、まあ6月24日にアシア、はい。芦屋で芦屋市というところで、はい、私たちの喫茶店をお借りして、うん。あの講演やります。うん、あ ええ、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。お記念すべき。はい、そうですね。うん、はい。ぜひ楽しみですね。はい。楽しみです。<laughs> はいうん。で、まあ、もう一回は、はいで、えー、まあ、いろいろ整えば、秋に東京方面でできればいいなとも思っております。ああ<ー>。はい ぜひ、はいもう全国回られて、いいいた,だきたいなと思います、はいえー、ではですね、はいあの、そういった夢やビジョンや目標計画というところにこう行くのに、どのような活動指針を持って、えー、どのような活動を現在されておられるでしょうか。うんあのーまあ、大学職員という本業がありますので。はいうん 平日はもちろん勤務があります。ただ、まあ、平日でも呼んでいただけたらどこでも行っちゃうよみたいな気持ちでお,おりまして、はい、実際何回か行ったんですよね。まあ、Zoom が中心とはいえ、2>, はい、2回ほどリアルの会場に行ってお話しする機会いただきまして、まあ、そんなこともあの支障のない範囲で。 今のところは活動しております。そのお,お仕事をこう調整つけてあ、そうです、そうです、えーまあの。職場がありがたいことにとても休みやすい環境 <laughs> というか <laughs>、はい、<laughs> なので、もうバンバン休ませてもらったり、あの講演会以外でもですね。 ありがたい。ところで。ですね。本当はなんか環境からの応援ももらってるような感じです、ね。<laughs> そう、そう、そう、そうなんです。そうなんです。<ー>はい。ちなみに、あの、講演会は。はい、あの、どこも、関西限定とかなくも、全国どこでも行きますよみたいな。<laughs> てないから行っちゃいます。はい。はい、もうどこでも行っちゃいますよ。<laughs> どこでも行っちゃいます。は <laughs> い <laughs>。はい。はい なんかその時にこう大事にされているこう思いだったりとか指針みたいなのっていうのはなんか大切にされていることっていうのはどういったことがおありですか講演会でですかね。そうですね。今のそういう活動をされる中で自分を大事にしてるっていうそういうものですね。はい、大事にしてるもの。そうですね。まあ聞いていただける人に届く、うん。 話をしたいと思っててやはりどんな方が聞いてくださるのかを事前にちゃんとあの、まあ、リサーチしてその方に合った内容をお話しするっていうのがまず一つですね。今までだったら例えばその白血病関係のフォーラム だったらもう病気の話ばっかりになりますし、はい、親子向けだったら子育てのことであるとか、うん、子ども向けのメッセージがもうお伝えしたいと思いますし、うんうん、はい、うん、まあいろんなほあの他の皆様があまり経験してないことを経験できたかなと思ってますので、うんうん できるだけそういう経験をいろんな引き出し引っ張り出してお話ししたいと思ってます。ありがとうございます、はい、えではですね、えーはい、そういった今のこう活動だったりとかビジョンを持つようになった出会いとかきっかけですね、はい、その出会いとかきっかけの中でど、うんはい、のようなこう気づきとか、えー、感動というものがあって。 今のはい。まあ、やはり2回の白血病、うんうん、それから2人の息子を産んだ、それも障害児、もうもう超障害児ですね。呼 <laughs> 吸<の><ー>できない、食べれない、喋れない。あ<ー>まあ、そんな状態なんですけど、あ<ー>まあ、講演歌やりたいな って思ったのは、やはりそういった経験を<あ>私しか喋られへんやん、こんなことっていうのを思い出して、<ー>で、そこからですね <laughs>、うん、まあ、そのことと友達に声かけてもらったっていうのが、そもそもの始まりなんですけど、えー、こうやったらええやんって言われて、<laughs> あできるんか、私みたいなところが。 一番最初の始まで,、ね<ー>はい、でまあそれは1回目の白血病をやった時なんですけど、<ー>で実際に講演会も募集して、もう満席いただいてたんですけど、その時に再発しちゃって、<ー>て講演会が中止になっちゃったと<ー>、うん。で、2回目の方がすごく治療が大変だったんで、私ももうそんな。 ことをすっかり忘れてたっていうのがあるんですけど、また元気になってきたら、あさ、うん、や,やし,ゃべしゃべるんやった私みたいな。うん、<laughs> あのまたお話し,したいなって。1>, 1回じゃなくて2回も経験しちゃったから。これはまたネタが増えたと思いまして <laughs>、はいネタにできるんですね。<laughs> はい、それで、 よっしゃと思いまして。まだの友達が背中を押してくれてはい。こ、はい、ん,んな活動が続くようにはいなりました。へ<ー>はい。あの、ちょっと次の質問にもしかしてかかるかもしれないんですが、はい、このそういうこう病気とかっていうと、まあこれは私のイメージかもしれないですけど、うん、どっちかというとちょっとあのこう。まあ隠したいというかあんまりこう。 話す方も聞く方も、まあ、できればこうこう話題を避けたいような、なんかそういうところもあるのかなって私は感じるんですけど、そういったものは、特になかったんでしょうかね。ないです、何も。ないです、ないです。あ普通にじゃあもう しゃべってみたいなもう逆に聞いて聞いてみたいな感じですね。へえー。<laughs> <laughs> いやそれはユカポンさんならではの,あのお話が飛び出してきそうですねはい、うんはい、えー、ではですねあのそういったあの気づきや、はい、発見のさらにこう背景に そうですねまああのー、病気の前から、まあ、大学職員でやってるわけですけども学生たちの前で話をするのが好きだったんですよ昔から。えー、うんだから100人200人、えー、での前でしゃべるのはまあ いつものことなので<ー>そういう点では非常にあの公演ということもわり、まあ、とすんなりと自分ではあできるかなっていうふうに思えたそんな背景ですね。<ー>はい、こういうのがこう積み重なっていった時にお友達からこう声を かけられてそうですね。<ー>はい。まあ、私には非常に恵まれているなって思いまう。いつも背中を押してくれたり、いろんな友達が背中を押してくれたり、声かけてくれたり、お<ー>はい。 あよし、頑張ろうっていうふうに<ー> <laughs>、はい。一人じゃないっていうのは非常にあの心強いですね。すごい大きいんですね。うん、なんかあのそういういい、うん、あのご友人をこう育まれる中で、心がけてることというか、なんかそういったものってのはあるんですかうん、なん、何でしょうね。まあ。 なんか友達から言われたことは、まず言ってみるとか、断らへん, <laughs>、うん。言ってくれたってことは、できるって思ってくれてるから、言ってくれるわけであって、まあ他のこともそうですけど、うんなので、できるだけ、はい、というか、まあ、ほぼ、うん、やるようにしてます。はい。 あ本当になんかそういう人の思いというのをちゃんとこう受け止めてなんか大事にされてるんだなっていうのを、はい、すごく感じました。ありがとうございます。はいはいはい。本当にかお話聞いててそう全体的に本当にこう、はい、私の最初に見えし恐縮ですけど本当太陽みたいなあの <laughs>、はい、方だなっていうのをお話を聞いててすごく感じました。はい ありがとうございます。これからですね、本当にあのーはい、周りの人を明るく元気に照らす、はい、あの講演をバリバリとやっていくのを楽しみにしております。はい、ありがとうございます。はい,、はい。えー、今日はあ家事ゆかこ様に、えー、お話をお伺いしましたゆかぽんさんですね。はい。えー、本日貴重なお話、えー、ですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。